イラストン面体は、タラメ唯一の淡水魚。ン面体族は一絵型である。北緯40度以北に、宗局分布し、ユーラシアでは、ブリテン諸島から、シベリア全域、沿海州、北朝鮮、北、アメリカでは、スワード半島から、ニューブランズウィック州の淡水域で見られる。五大湖にも生息し、特に、エリー湖でよく見られる。近年の遺伝子解析によると、 地域ごとに、複数の種、亜種に分けられる可能性がある。英国では1970年代から記録がなく、絶滅したと考えられる。もし生き残りがいるとすれば、ケンブリッジシャー・ヨークシャーの可能性が高い。再導入の試みもあるが成功していない。最大全長152センチメートル。最大体重34キログラム。通常40センチメートル程度。 体型は、うなぎやナマズに煮るが、あごひげが一本であることで容易に区別できる。体は、側平たするが頭部は、縦平たし、鼻孔には一本の感情突起がある。体色は、黄色や青褐色、褐色で、黒や暗褐色の半紋が入る。第一背びれは9から16難状で短いが、第二背びれは67から85難状で長く。 1> 第1の6倍以上の長さになる。尻ひれ難情数は58から84。第2背びれと同じくらいの長さ。尾ひれは円形で、上数は40。胸びれは17から22難情で線形。腹筋は6から8難情で細く、第2難情が伸びる。非常に小さい円鱗を持つため、鱗からの年齢推定は難しい。口は幅広く、両学には、 多数の細かい歯が並ぶ。俗名、首相名のロータは古フランス語で本種を意味する、ロッテに由来する。シベリア東部、北アメリカ大陸の古体群を、独立ュロータマキュローサとして分割する説もある。水温の低いタイガコ、タメイケに生息する。夏には、サーモクラインの下で見られ、スペリオル湖では300メートル以上に生息する。低制魚で、 餌を探すため泥から、つぶてまで様々な低質に進出する。低性で遊泳力が低く、ヒレが体に比べて小さいため急流には耐えられない。白面白母性であり、生魚は、日中、水底に掘った巣穴の中にいる。冬には繁殖のため浅瀬に移動する。幼生期、稚魚期には体サイズに見合った餌を食べ、1センチメートル以下では、 貝野やミジンコ、1から2センチメートルでは、動物性プランクトンや、単脚類を食べる。生魚は、魚食性で、ヤツメウナギシロマスカワヒメマス、ノーザンパイクサッカー科、トゲウをマスなどを食べる。卵養成スペリオルコの調査では、生成熟は1歳、全長2 5トル程度から始まり、5歳4 0トルに、達する頃には全個体が成熟することが分かった。 水面が氷に覆われる12から3月に水温1摂氏4度の猿規定で散乱する。1回の散乱は2から3週で終わるため、年に複数回散乱することもある。散乱用の巣は作らない。散乱時には、水底から浮上し、1から2匹のメスに多数のオスが群がり、私有同時に散乱、縫製を行って卵を撒き散らす。 体のサイズに依存するが、メスは1回の産卵で6万3000から347万7699個の卵を産む。卵は大きな湯滴を持ち、直径1ミリメートルで指摘水温は1摂取7度。沈下性で、水底の穴や亀裂に落ち着く。卵の発生は水温に影響されるが、30から128日で孵化する。 孵化した妖精は浮遊性で、摂氏12度以上の水温には耐えられない。稚魚になると夜行性となり、日中は物陰に潜むようになる。急速に成長し、晩秋には11から1 2トルになる。2年目には1 0トルほど成長する。生魚になると完全な定性生活に移行する。孵化から1ヶ月ほどで、節置を始める。成長率。 寿命は水温に大きく影響される。寿命は10から15年。英名、ベルベットは、ラテン語のバーバに由来する。ティクタリックという化石魚類がいるが、この名は、イヌクティトゥット・ゴイヌピアック語で本種を意味する、ティクタリックに由来する。食用となり、フィンランドでは、卵がキャビアとして流通する。調理することで、アメリカンロブスターに似た食味となることから。 プアーマンズロブスターと呼ばれることもある。スペリオル湖、ボツワナベーで釣れた、本種ドニよヨクな捕食者であるタメルアーで釣ることもできる。だがこの植生から、移入された場合には、在来種に打撃を与えることがある。近年、グリーン川のフレーミング峡谷調水池に移入された、本種が、ベニザケの卵や、ブラウントラウトを捕食し、個体数を減らしていることが分かった。そのため、 ユタ州では、すり上げた、川面体は湖に戻さないことを推奨している。毎冬、リーチコの辺では、インターナショナルイルパウトフェスティバルが開催される。個体群の数が多い、大規模な個体群が存在する、主な脅威がないことから、生息数は、不確実ながらわずかに減少傾向にあるか、安定傾向にあるとされ、地方個体群では、 影響がある可能性はあるものの種として、絶滅の恐れは低いと考えられている。深みに生息すること、氷の下で繁殖することから、個体数調査は難しい。分布域は広いが、多くの個体群が危機に瀕している。商業的に重要な魚種ではないため保護は遅れており、水質汚染、ダム建設、移入種などの影響を受けている。 全く保護対策が取られていない地域もある。ありがとうございます。